ネルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ、プレイ開始だ。どちらに、こちらの様子はいかがでしょうか。調合をお願いできますか。こちらの作業は止めてください。依頼する道具でございますが。いくつ頼もうかしら。こんにちは。そうですね。ありがとうございます。うん、ちゃんと完成したね。これで一段落かな。おめでとうございます。やりましたね。あ、ネルケさん、ありがとうございます。ただまだ使ってみないことにはわからない。あくまで理論上の話だからな。喜んでるんだから水を差すんじゃないわよ。今回はウルリカの言うことが正しいと僕も思うよ。まあまあ、せっかくできたんですから早速持っていきましょう。これで作業は終わりですか。はい、問題なく作動しているみたいですし、成功のようです。マナの力が前より濃くなった感じがするわ。ウリもそう思うでしょ。うーん、それは良かったです。今は少しでも木に栄養がいくようにしたいですからね。それじゃあ変化が現れたらすぐ皆さんにお伝えしますね。お願いします。それまでは僕らは他にできることがないかみんなで考えてみます。何かあったらすぐに言ってください。絶対に解決してみせます。うん。ありがとうございます。その時はお願いしますね。ありがとうございます。人参は正義。ありがとうございます。
全然知らない魔物が多いな。しばらくは大変かも。トトリさん、先ほどから何か書かれていますけど、何かのメモですか？はい、この辺りの魔物について簡単にまとめていたんです。冒険者になってからいろんな場所を見てきましたけど、この辺りには見たことがないものが多いんですよ。それにもしかしたら知っている魔物でも違いがあるかもと思って調べてるんです。そうだったんですか。これでもこの辺りは割と普通な環境なんですけどね。トトリさんから見てここってどんな特徴があるんですか？自然がいっぱいだけど、すっごく強い魔物はいないかも。こういうとこだと奥地に主みたいのがいてもおかしくありませんし。主ですか。そういう魔物はあまり聞きませんね。あとは今まで見てきたところとは環境が違うので、生息している種類が全然違いますね。特に私が育った村は海の近くなので、知っている魔物も海のものが多いんです。なるほど。確かにここは海からは遠いですから、そういう違いはあるでしょうね。それにしても冒険者ということは結構いろんな場所を旅されたんじゃないですか？海沿いなら船旅とか。はい、しましたよ。私にとって憧れでもありましたし、頑張って船の準備をして別の大陸に行ったんです。楽しかったな。おー、いかにも冒険って感じですね。けど本当に大変でしたよ。最初は周りから反対されて、説得するところからでしたから。それにいざ出航したら、今度は航路に海流が立ちはだかって、しかも経験がほとんどない戦場での戦いでしたから、本当に倒すのが大変でしたよ。竜ですか？しかも海上でなんて、よく倒せましたね。ちゃんと対策を練って準備をしていきましたからね。その成果が出たんですよ。それに今思うと、あのくらいの魔物を倒せなかったら、その後の冒険はやっていけなかったと思うんです。だからそういう意味でもあの戦いは必要だったと思うし、今でもいい思い出ですね。トトリさんって思っていた以上にお強かったんですね。いたしましょう。調合の依頼でございます。依頼する道具いくつ頼もう。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。こっち。
そうだ。文献があったら調べてみたいな。でも気をつけましょう。罠が潜んでいるかもしれませんから。これは使えそうね。持って帰りましょう。いい感じね。次も頑張りましょう。どちらにね、施設の you
ものかしらね。失礼します、ネルケ様。トトリ様がお仕事のご報告にお見えになっていますよ。あ、わかったわ。お通ししてちょうだい。こんにちは、ネルケさん。外から少し様子が見えたんですけど、どうかしたんですか？すごくうんうんうなってて悩んでるみたいでしたけど。すみません。今ある問題が起こっていて、その対策を考えていたんですよ。そうだ、トトリさん、ちょっと相談に乗っていただけませんか？私にできそうなことなら大丈夫ですけど、一体どんな問題なんでしょう？実はここのところ大怪我をする人が増えていて、このままだと薬が足りなくなりそうなんです。ほら、ここも発展して人が増えてきたでしょ。それに伴って冒険者の数もすごく増えてるんですよ。冒険者が増えてるんですね。でもなんで怪我する人も増えてるのかな。この辺りには飛び抜けて強い魔物とかいないですし、怪我する人なんかいるわけないと思うんですけど。それが自分より強い魔物がいる場所に挑戦に行く人が多いようなんです。その結果、戦闘で大怪我をして戻ってきて。そうだったんですか。そっか、こっちだとそういうことが起きるんだ。冒険者制度があった私のところでは起きない問題ですね。冒険者制度？それって一体どういうものなんですか？冒険者にランクがつけられてて、それに応じて行くことができる場所が決まっていたんです。だから危険な場所は上位ランクの冒険者以外は入れないから、最初はあまり強い魔物とは遭遇しなかったんです。今振り返ってみると、あの制度があったおかげで大きな怪我をせずに成長することができたのかも。それはいい制度ですね。ぜひうちでも取り入れたいです。けれどネルケ様にその権限はないかと。担当管理官としての業務ではありませんから。そうなのよね。ああ、せっかくいい案だと思ったんだけど。それにこれはアーランドならではの制度ですし、もっとこの場所に合ったものにしたいですよね。ネルケさん、この件について私が考えておきますよ。これも乗りかかった船ですから。ありがとうございます、トトリさん。どうかよろしくお願いします。そうですね。こんにちは。すみません。
たします。この辺りはどうなっているのかしら。どの建物を建てましょうか。油断せずに行きましょう。やったー、通ったよ、ね、いい経験になりました。ちょっとは成長できたかな。これ